判決などによりますと福山市木野町の医師高倉博之被告はおととし6月福山市霞町の交差点で運転していたスポーツカーを右折してきた軽自動車に衝突させ軽自動車に乗っていた当時9歳の女の子を死亡させた罪などに問われています現場の制限速度は時速50キロでしたが高倉被告はおよそ120キロで走行していました今日の判決公判で広島地裁福山支部の松本秀夫裁判官は指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ 1>, 1人を死亡させ2人に重傷を負わせた結果は重大と指摘その一方で交差点を右折する際に直進する被告の車を十分に確認しなかったなどの対向車の事情も影響があるとして高倉被告に禁錮3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。